コンビニ社老子安紗役のウィークリーコンビニラジオ皆さんこんばんはウィークリーコンビニラジオがスタートいたしましたパーソナリティは私コンビニ社老子の安さやかです5月も下旬に入りました私の誕生日5月9日からもう2週間が経とうとしております早いいやあ、時の流れは本当に早く感じますね皆様いかがお過ごしでしょうか さて今日も1時間ぜひお付き合いください。気がつけばこの番組も93回目となりました。いつも皆さんありがとうございます。嬉しいです。皆さんのおかげでこうやって続けることができております。 さて今日はですねゲストの方をお迎えしております CM の後にその対談をお届けするんですが実は4月の16日の放送にもゲストとして出ていただいた恋愛アドバイザーの渡辺由依香さんをゲストにお迎えして対談をしております渡辺由依香さん本当に素敵な方でですね副業でまあ月100万以上稼いでいるというまあ非常にキャッチーなお話で前回は ご出演いただいたんですけど今回はまたさらにそこから進んで今新たなチャレンジをされているということでまあ、そのお話を伺いながら私の仕事でもある社会保険労務士ならではの視点でのアドバイスなどもさせていただいています偉そうに語らなって話なんですけどまあ、よろしければぜひ参考にしていただきたいので最近のトレンドとかも入ってるのかなと思います 皆さんに聞いていただきたいですまあ、何よりね私の話っていうよりも渡辺ゆいかさんの話が面白いんですよで彼女すごくそのガーリーな感じなんですよね服装とか外見はすごいなんか素敵なんでなんか女の方っていう感じどっちかというと女の子に近いようなこうキュートな感じなんですけどまあそのなんか人 この中身の部分がですね、めちゃくちゃサバサバしてて、私大好きなんですよ。もうそのあたりの会話の流れとかも、ぜひ楽しんで聞いていただきたいなって思います。まあ、今日はちょっとコンビニという視点ではないんですけど、まあコンビニラジオ。 私の独断と偏見で様々な方にゲストとして出ていただいております毎回ではないんですけれどもコンビニが大好きな方とかコンビニで働く方が他の業界の話を聞いたりとかもしかしたら新しいビジネスチャンスを起こせるかもしれないといったような視点で聞いていただきたいのでコンビニ以外の情報も積極的にお届けしている番組となります。 ということで皆様からのご意見ご感想ご要望お待ちしております FM 技能ワンのメールアドレスは797 at fm 技能ワントコムもしくは私コンビニシャロー氏安さやかのツイッターを検索フォローいただきそちらから DM 送っていただきますか？もしくはツイートしていただけるととても助かります。また、私の会社コンクリ株式会社のホームページからはお問い合わせ欄もございますので、そちらからお問い合わせいただければすごく嬉しいです。皆様の本当になんか応援のおかげでですね。この番組もうすぐあと。 え3ヶ月ぐらい3ヶ月切ってるあと2ヶ月ちょっとで2年になるんですよね本当ありがとうございますなんかもうあんまりその自己満的に進めたくなくてやっぱできる限り皆さんと双方向でやりたいんですけどすいませんなかなかねこうっ仕事の関係もあって生放送ができない。 あ、生放送できないわけじゃないんですけど、生放送をする回数がね、あんまり多くなくて、いつもご迷惑ご心配等々おかけしております。たまにあの聞いてくださってるツイッターのフォロワーの方の中にリスナーさんいらっしゃるんですよ。本当ありがとうございます。で、ね、なんかこう生放送楽しみにしてますっていつも言ってくださるので、本当に近いうちにゲストの方にお声かけして、で何人かで、まズームでこう生放送しようかなと思ってますので、もし出たいよっていう方がいたら。

たくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです苦しんでいる人、悩んでいる人一度訪れてみてください988-4782沖縄ベタニアチャージ交通量が多い字幕付きの映像で目に留まる浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか お問い合わせはグスクマタウンビジョンまでギ宜野湾ヒルズ通り究明イ語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り四天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は892-8688安心事前のご相談は葬儀社進化 沖縄引っ越しセンター「0120497755」「ムービング沖縄」で検索「君の心に溶けた手作りのお味噌を」「シフォンケーキで優しく包む」「く味噌加工しょ夢小坊味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬野。 コンビニ社労士、安さやかの、ウィークリーコンビニラジオ。それでは、本日もゲストをお迎えしております。恋愛アドバイザーでタイムチケット総合ナンバーワン、ペアーズエンゲージの公認コーチでもいらっしゃる、渡辺ゆいかさんです。ゆいかさんよし、ね。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。 はい。宇多田美由香さん、先月、4月の16日の放送にもゲストとしてお越しいただきました。あ、はい。ほんと楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそです。ありがとうございました。私もね、すごい楽しかったですよ。あ、ね。<laughs> そう言っていただけると嬉しいです、ね。そう。その時にね、どういう話をしたかっていうと、 ゆいかさんがなんと副業でその恋愛アドバイザーのお仕事をされていると。そうですね。はい。はい。いうことで私はとてもびっくりしたんですけど。そうですよね。<laughs> はい。副業だけで月100万以上稼いでるっていう、うあの、生々しい金額がね。そう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 。いや、でもすごい、あれはなんか夢の、夢あふれる話だ。 ね、やっぱり会社員やってると時間的な制約が大きいので、はいうん、その中でもなんか自分の土日の時間とその平日夜の時間をうまもなく活用することでちゃんと稼げるんだっていうのは私自身もすごいこうやりながらなそ、うん、あそうなんだなって思った部分は結構ありましたね。 さすがですね。いやね、どんなにこう時間があっても、うんうん、まそれをどういうふうに使うかによって、うん、いろいろとね、ビジネスであればやっぱりお金を稼ぐってこともそうだし、人のお役に立つっていうこともそうですしね、う全然こう使い方によって成果も変わってくるんだなと、はい、私もね、すごく勉強になりました。ありがとうございます。ここちちらこそ、はい、改めててて、まあ、16日の放送をちょっっっと聞き逃してしまったよって方は <laughs> YouTube のチャンネルで FM ぎのわんのところにアーカイブも載ってますので、ぜひぜひそちらもお聞きになっていただければと思うんですが、はい、ゆいかさん改めて簡単に自己紹介なんてお願いできたりしますか？はい、渡辺ゆいかと申します。年齢は現在33歳でして、<お>はい、で29の時からタイムチケットで自分の時間を売り始めました。はい、で、えっ、ー、と。 去年子供が生まれまして現在あの会社員の方は育児休暇取得中です、はい、ただそれとは別で自分で立ち上げた法人がありまして今回そちらの方でですねあの従業員を1人雇うことになりましてはい。い 今日は、あの、そちらについて、ちょっと人を雇うときのね、ポイントとかえ、こういうのどうすればいいのみたいな、あの、お悩み相談をさせていただければと思って、今日は来ました。よろしくお願いします。おー、素晴らしい,、えー、いさらに、1ヶ月の間に発展してましたね。<laughs> <laughs> <laughs> そうですね。ちょっと、あの、本当いろいろご縁があって、と、はい、いうのも、私の、 新しく雇った従業員の子ってこう元から知り合いの子なんですけど、はい、これって本当なんだろうスタートアップで一人目だと、ね、よくある話かなと思うんですがすごい仲のいい友達がいてうん、うん、でその子が別の企業でもともと勤めてたんですけど、はい、なんかちょっとそこの人間関係がうまくいかなかったりとかあとこう地方に引っ越すことになったタイミング と合わさって、はい、その子が会社辞めようとしてたんですよ。<ー>でもその子妊娠していて、<あ>今辞めちゃうと育休取れなくなっちゃうよっていうタイミングだったんですね。はい、で、あのもうちょっと頑張ればなんていう相談もこうその子と普通に友達として乗ったりしてたんですけど、うん、あのちょっとどうしてももう場所も変わるし、ちょっと続けられそうにないっていうことがあったので、はい。 まあそれれであれば、あのじゃあしばらくうちの会社にこう移籍してあの育休の期間、うん、育休取れるまでうちの会社で正社員として働いたらどうなんていう提案をしたらすごく喜んでくれて<ー>それであの採用する流れになったんですけど、はい、あのそんなことだったので準備期間がもう1週間ぐらいしかないまま雇うっていうことになって。 まあ、まだ就業規則もないし、サブロック協定もないし <laughs>、何にもないっていう中で、とりあえず雇っちゃったっていうところがあって、はい、はいあの。ちょっと陥りがちなね、あのこ,うこういう,のうん、うん、ポイント危ないよとか、こういうとこ大丈夫ですかとか、そういうのをぜひ、うん、いろいろアドバイスいただけたらなと思っております。おお、素晴らしい。<laughs> まずは、ね、おめでとうございます。ありがとうございます。でもそうですね、やっぱり、あの、すごくこう、勇気がいりました。うん、その、うん、給料払えなくなったら、どうしよう、<ー>大丈夫かなとか。はいはい、うんだからその子自身にもなんか稼ぐ仕事を与えた方がいいんじゃないかとか、思ったりとか、うん、なんかちょっとウーバーアイーツしてもらった方がいいのかなとかね。<laughs> <laughs> 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 大,大丈夫かなみたいな。<laughs> なるほどね。<laughs> ちょっとメルカリテンパイやってもらおうかなとか、ちょっとなんかそんなのも、はい。思いながら、まあ、今のとこ、うちの普通の事務作業だけでお,お願いしてるんですけど、はい。ちょっと不安でしたね、最初。なんと、すごいですね。うん、いや <laughs> <laughs> いや本当にまずはね、あの、ゆうかさんのお仕事が発展してるからこその採用だと思うんですけど、 ありがとうございます。ありがたいです。えー、こちらこそ、すごい、いつも刺激をね、受けてますよ。ありがとうございます。それで、えっ、ー、と、今は事務仕事、事務作業を中心にやってもらっています。そうですね。はい。はい。その方は正社員として雇用されているってことですね。そうですうん、うん。フルタイムですか?。そうですね。はい。お<う>やっぱり、バリバリ育休取るためには、うんうん、ある程度フルタイムに近い形じゃないと。<お>あの、育休取れないってことだ。 だと思うので、その、はい、なんでしたっけ、週三十時間でしたっけ、なんか。そうですね、それぐらいは働くってことで。うん、素晴らしい。さすが先輩、よくご存知で。<laughs> いやいやいや。ナイスアドバイスですね。<laughs> いやいやそうなんですよね、いやいやあんまり短いと、育児休業ってなかなかね、会社で取らせてもらえないことが多いんで。一定の時間働いてもらうことが、ほとんどなんですけど。はい。 ということは、まあ、大体それぐらい働いてもら、ちょっと長めに働いてもらってますと。うん,う,んうん、うん、うん、はい。そうです。今まだその社員さんのお子さんは生まれてはいないんですね。まだ生まれてないですね。11月ぐらいの。予定です。ああ、じゃ、あ今まさに。はい。 そっか,か、そっか。そうですね。本人を育ててる。うん、はい。つわりと戦いながら、あの、ね、うん、ちょっと一時間、ね、体調悪いんで、一時間お休みますとか。そんな、め、連絡ちょくちょくもらいながら、あ,<ー>あの、在宅勤務でやってもらってます。なるほどね。はい、あ、そっか、そっか。ちょうどまだ安定期に入ってない頃ぐらいになんです、ね。そうです。そうです。はい。あ、そうか、そっか。まあ、その辺もやっぱり、こう、先輩がよく分かってるからこその。柔軟な対応ができてるってことなのかなと。 そうですねでも、うん、あのどこまで許していいかもわからないし、うんうん、どこまでお願いしていいかもわからないしそこってこうすごい難しいなって思ってるんですけど。いやそうなんですよね遠隔でお願いするからこそねリアルタイムでその体調とか表情を見られるわけではないから多分きっとうかさん側も気を使ってる部分もあれば向、うんまあ、こうの。 側からしても気を使うところもいろいろあるのかなとは思いますけどそうですねはい,、まあ、そういった連絡っていうのは結構頻繁に普段もやっていらっしゃるんですかそうですね毎朝、うん、あの朝会をこう<お>だっけ Google ミートっていうツールを使ってやっていてはい、はい、朝会30分でその、うん、今日何やるかっていう確認をしたりしています。素晴らしいじゃあそこでど、うん、どうぞどうぞぞ はい、そこであの、うん、今日の仕事確認して終わる時は「終わりました」っていうその「今日の業務終わります」っていう連絡は LINE でもらってるんですけど、はい、休憩時間の管理とかは今してなくてうん、うん、なので、まあ、適当に休憩取ってねみたいな感じになってるんですけど <laughs> <laughs> そこはもうちょっと管理した方がいいのかなとか分かんないですね。 そうですよね。しかも、今お話を聞いてると、まあ、ちょっと体調が悪くなってしまう瞬間が何回かあるっていうことなので、そういった場合も厳密に言うと、それって休憩だよねと。はい、じゃあ、一日何時間働いてもらおうみたいな、目安があればね、 あそこから休憩した時間を引いて計算するってことはできなくもないんですけど、今大体一日どれぐらいの時間働いてもらってるんですか？一日えー、っと休憩抜いて六時間ぐらいですね。うん、ああなるほどなるほど。十、はい、時から夜の六時まで。うん、おなるほど。じゃあ大体一時間ぐらいの休憩を挟んでっていう。はい。そうですね。うんうんうん。 まあ、あとはもう本人にちょっとタイミングとかは任せてるっていうそうですね体調悪くて休む時は休憩入りますっていうちょっと体調悪いのでっていう連絡をもらって、うん、その分はあの、まあ、1週間の間でちょっと多く働いてもらうとか、はい、そんな感じであ<ー>まあ残業にならないように調整してるっていう <laughs> まあ現状ですね。なるほどそうかそうかか、はい で給料もいくらって言わなくていいんですけど月,月給制ですかね月給ですねもう,うん、うん、あのありがたい金額で働いてもらってますよ本当にそうなんだ <laughs> やっぱりで、ね、あの怖いですねこのほだもっと出してあげたいけどやっぱ会社の経営どこまで安定させられるのってそのなんかじ<う>自信みたいなところをすごくこうう<ー>求められるなって思います。 いやそうなんですよ。はい、なんか、ね、こう、コンスタントに売り上げが入ってくるっていうのがもうすでに分かってれば、うんうん、ある程度安心でして、働き、うんうん、働きじゃない。 あの、給料もね、お支払いできるんですけど、なんかちょっとその売り上げに限りが見えた瞬間にドキッとしますよね。ドキッとしますね。<laughs> あれこれ、このまんまだとちょっと、ちょっとショートするみたいな。<laughs> そうなんですよ。やっぱり私の仕事って緊急事態宣言が出ると売り上げが落ちる傾向があるので。そうなんだ。そうなんですよ。あ、そっかそっか。ウェディングとか、その結婚とかにも結構ひまず、ひもづいてますもんね。あ、そうなんです。そうなんです。やっぱり<ー>コロナが、 流行ってくるとあの、うん、外でのデートもなかなかできないですし、そうか、そうなんですよ。それもあってちょっとドキドキしながらっていうところでとりあえず<や>あの本当,本当ありがたい金額でお願いしちゃいました。うん、そっかそっかいやそのちょっとこうね状況が世の中の状況が若干不安定な時に、うん、いや欲 so 割断されました、ね、<laughs> そうですねでもやっぱりなんか、うん、本人 育児休暇もらえるかもらえないかって結構金額的ににきいいじゃないですか確か確今保育園入れなければ2歳とかまでもらえたりするのでそれがなくなっちゃうってちょっとか,、ねね、かわいそうだなて、えー、<laughs> かわいそうっていうかなんとかできることがあるなら。 なんとかしてててあげたいなっっすごく思って確かにそう,そうなんですよね、うん、雇用保険からね育児休業給付金っていうのがあの、はい、会社から給料をもらわないで育児休業を取る場合っていうのは一部その雇用保険からそういう給付金が出るんですけどそれもねやっぱり会社に属してるからこそもらえるものでもあるしそれが出る出ないっていうのは結構大きいですからね。 そうなんです。そうなんです。うん。私たちとかも、まあ、社労修行なので、いろんな会社さんの育休取ってる方の手続きとかもさせていただくんですけど。はい。まあ、なかなかいい金額出るじゃないですか。そうなんですよね。ね、給料にもよるんですけど。<laughs> そうなんですよね。そう。でもやっぱりこれぐらいあったら、生活に困ることはないと。<laughs> うん、その、たくさん贅沢できるようなものではないかもしれないけど、 なんか生きていく上で、うわどうしよう明日のご飯代とかも別にそういうことまで心配する必要もないし。そうですね。はい、ね。っていうぐらいのやっぱり給付を受けられるってことになるとね。受けられ、その給付を受けながら育児休業取れる方がいいですからね。そうですね、そうですね。うん あとは社会保険料の兼ね合いもありますし。社会保険料ね、そうですね。これがね、ああ大きいですよね。会社負担が半分あるから。ああうん、そうなんですよ。そうなんです。だから、それが、まあ、一旦免除っていう形にね、3前0 0 3後休暇と育児休業の期間は免除になるので、その意味でも非常に、その、育児にこれから全うしていこうっていう、まあ、プレママとか、 ママたちにとっては、うん、とてもありがたい国の制度だったりするんですけどね。本当ですね。ねさてさて、じゃあその社員さんのちょっと勤怠というか、はい、働くっていうところについて、うんうん、なんかいろいろとお聞きしてみたいんですけど、お願いします。はい。結構ね、一週間ぐらいで準備して、パッとこう雇ってしまったってね、おっしゃってたので、<laughs> さっき就業規則がない、 サブ,ロクがないサブロック協定がないっておっしゃってましたけど勤怠、はいはい、管理っってててどうやってされてるんですか、はい、今今はあの Google のスプレッドシートに勤怠管理のフォームをそれも本人に作らせて <laughs> 作ってもらって <laughs> <ー> <laughs> そこに書いてもらってるのと、はい、あと LINE であの <laughs> 毎日朝仕事始めますっていう連絡と夜を終わりますって連絡をもらってるっていう、はい、2>, その2本立てでやってます。うん 素晴らしいですね。じゃあそれで何時から何時まで働いたかっていうのが分かるようにはなってるってことですね。そうですねうんうん、うん。ただまあ休憩時間はあまりキャッチしてないってことですねそ。そうですね。はいはい、その辺はどうですかなんかこうキャッチしなきゃなみたいな気持ちとか何かお悩みってありますそうですね。なんか私自身が うん、あの会社員でずっとやってた時にリモートワークだったんですけど、はいうん、やっぱりその休憩報告するからちゃんと戻らなきゃみたいな意識、うん、その5分とかでも遅れないようにちゃんと戻らなきゃっていう意識があったなっていうのはあるので、うん、なんかそこは報告してもらった方がいいんだろうなとは思いつつそれが何だろう一日何回も休憩がと,とるような感じが。 あったりすると、まあ、管理が煩雑になってしまうので。さ、なんか、どこまで記録しなきゃいけないのっていうのは。わからないなっていうのは。思いましたね。なるほどね。うん、まあ、確かに正式に。 やるとしたら、うんうん、その五分間のちょっとした休憩も含めて。まあ記載をしていかなければ、管理する人もわからないですからね。特にリモートの場合って。うんうん、とはいえ、ゆいかさんもおっしゃる通り、うんうん、非常に難しいうん、うん。そうですよね。でもあるんですよ。なので、まあ法的なことで言ってしまえば。うんうん、まあ、しっかり管理しましょうね。なんですけど。うんうん、そうですよ。 <laughs> <laughs> 声の飛んでしがった。<laughs> <laughs> そう、そうなんですけど、現実問題として、いろいろやっぱりリモートワークされてる会社の社長さんとかに話聞くと、そこまではやっぱ管理しきれないって言うんですよ。なので、まあ1時間の休憩と、うんうん、その、なんですね、決められてる ちゃ,んちゃんとした正式な休憩時間とあとその例えば体調不良でちょっと休みますっていった場合の時間が正直ね5分10分とかだったら言わなくてもいいのかなって思うんですけどそれが1時間とか2時間とかちょっとこう長い休みになってしまった場合は やっぱり仕事の成果にも影響が出る可能性もあるのでそこで申告をしてもらうっていうのはいいかもしれないですね。ああ、そうですよね。そうですよね、うん。そう。結構ね、あるんですよ。他の会社でもうん、うん、なんか修行したけど全然体調が良くなくて思う、はい、ように仕事できないから3時間休みますって言って。 <laughs> なるほどなるほどなるほどはいっていう方がねあったんですよいたんですよでさすがに3時間なんでそれはまあしっかり申告をしてもらいましたって話だったんですけどじゃあその3時間寝た分3時間後ずらして働くのかっていう問題もねうんうん、うん、そう,ですよねそうこういうのってどうですかうんうん、うん うちの仕事的にも、うん、あの夜に仕事をお願いしたいケースっていうのがあったりしてなるほどで今はちょっと後ずらしで働いてもらうみたいなその休憩を何回か取ったことにして働いてもらうみたいなのを実際やったりしてるんですけどその後ずらしで働いてもらうっていうのはなんですかねそうですね。 まあ実態で言ったら、うんうん、例えば6時間っていう勤務の時間がね、1日あって、で、3時間分ちょっと休憩しちゃったんで、あと3時間分ずらして、うんうん、よ夜、働きますってなった場合、それ自体はお互いが OK っていうことであれば構わないんですけど、うんうん、あ、そうなんですね。 はい。だまあ、強要するものでもないですからね。あんう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 ん。からまあ、実際に例えば3時間働かなかった分を、給料から引くのかっていう話にもちょっとこれ、紐づいてくるんですけど確かに、確かに。そう。それが特にねあの、引かないよっていうことだったら、うんうん、まあ、あとは、その、あと3時間分夜ずらして働くかっていうことも、お互いにあの合意を取ってやっていけばいいのかなと。うんうんうん 思うんですけどそうじゃないというか、まあ、給料を減らしますよってなった場合は、はいはい、無理にこう働かせることなく、まあ、給料の控除だけを行うっていうケースもあります。なるほど、なるほど。うん、はい。それをどっちにするかは、会社側の方で決めていいよっていう。 ね、そうですねただ、うん、例えばなんですけどその1時間遅刻をしたのでその分1時間あと働かなければならないっていう決まりはちょっと決めにくいかなと。あなるほどなるほどなるほど、はい。遅刻はまああくまでも遅刻ですし途中の休憩は途中の休憩なのでうん,うん、うんうん、実際には。 もし、始業時刻と退勤の時刻が決まってるのであれば、もう退勤の時刻で今日は終わりっていうふうにした方がいい <laughs> っていうことなんですね。ただ、お話聞いてると、あんまりあれですかね、こう何時から何時っていう枠があの、しっかりと始業時刻とか就業時刻が決まってるって感じでもない。 一応10時から夜の6時で決めてるんですけど、うんうん、例えば私がそのインスタライブやりますとか <laughs> <ー>グループコンサルやりますみたいなのがじゃ夜の9時から今日あるんだよねみたいな時があると夜の9時からもそのグループコンサルに出演してほしいみたいな話があったりするとそこをだから。<laughs> その日は休憩2回みたいな感じで、5時から、五時から9時までまたもう一回休んでもらって、もう一回みたいなのを、今はやってもらったりしてるんですけど。なるほどね。これ大丈夫なのかなダメなのかなってそわそわしながらやってます。<laughs> 確かにね。ちょっとドキドキしますよね。た <laughs> キん、たぶん10時超えたらダメだと思って、うん、あの、深夜残業みたいな。 なっちゃいますよね。<う>1一1超えると。おっしゃる通りです。だから9時から10時でっていうことで一応ギリギリ,ギリそこでそあえ狙ってやってるんですけど。うん、おおすごい。<laughs> <laughs> <laughs> なるほどね。<laughs> そっか、まあそうすると、なんでしょうね、こう、イメージとしては2回、2> うん 出社しましたみたいな同じ感じで。すね、ですコンビニの世界だったらね、あるんですけどね。朝働いて、昼学校行って、また夕方から働くとか。ありそう、ありそう。結構あるんですよ。ありそう、めちゃめちゃある。その間に社員とかは結構長く働くんで、朝も挨拶して、夕方また挨拶して、お帰りみたいな。 <laughs> そういうケースはね、時給制の人とかだと結構あるんですけど。月給制の人って、なかなかあんまりないケースでもあるのかなと。うん、なるほど、なるほど、確かに。はい、ただあり得る話なので、一つその提案というか、あのお話としては。例えばなんですけど、えっと、フレックスタイム制っていうかさん、聞いたことありますか。あ,あります。はい、はい、うん。経験ありますか、ご自身の。 ああ。私自身が務めた経験ってのはないんですけど。はい。あの面接を、そういうフレックス性を。やってる会社に面接を受けに行ったケース。はありますね。なるほど。んどんなイメージあります。フレックスタイムって聞いたら。フレックスタイム、そうですね。あの、すごいこう雇われる側の。イメージですけど。うん、はい。あの。最初は朝、頑張って早く行く。けど。 うん、なんか、だんだん遅くなっちゃうかもな、これ、みたいな。<ー> <laughs> イメージ。<laughs> イメージ。<laughs> すごい、すごい面白いイメージ。ありがとうございます。<laughs> 全く、こうなんか予想してない角度からのイメージが来て、私結構今ね、面白くて、ウキウキしてるんですけど。<laughs> <laughs> これ、これ新入社員でやる気見せる期間は、ちょっと、 朝6時とかに行っちゃうかもな、みたいな <laughs> で慣れ。慣れてきたらこれギリギリ5分前にしか絶対行かなくなるよなって思いながら見てましたね。<laughs> <laughs> なんだそれって。さすがですね。大体の制度を把握されてるからこその <laughs> 多分今のイメージ、意見だったのかな。なんかあれですね、コアタイムっていうのがあるんですよね。そうそうそう。なんかその <laughs>、<laughs> そう。コアタイムね。コアタイムがあるから、そう。うん、はい。 面接ではやっぱりフレックスタイム制の会社さん受けに行く時は、うん、やっぱそのフレックス制がいいと思ってましたみたいにやっぱりなんか言った方が印象がいいのかなと思って。<ー> <laughs> <laughs> そ思ってたんです。やっぱり朝方の生活にしたいと思って、みたいなのを私はね、<laughs> 言ってましたね。<laughs> 意識高い、ね意識。意識高い。でも <laughs> い、言いながら、いや、でもこれ絶対半年後どうかなって思い, <laughs> 思いながら言ってましたね。確か,確かに、確かに。そうなんですよね。はい、いや、ありがとうございます。いすいません。<う>ちょっと一般的なイメージはどういう感じなんですか いや、あのね、すごい、すごい、さすがだなと思ったんですけど、はい、あの、じゃあちょっと補足していきますね、リスナーさんのために。えっと、フレックスタイム制っていうのは、簡単に言うと、修行時刻、それから就業時刻を自分の自由に設定できるっていう、うんうん、まあ、従業員さん側が自分で自由に設定できるっていう制度なんですねで。今、ゆいかさんが言ってくださったように、コアタイムっていうものが、その会社の働き方の中で設定されていると、はい、例えば、 午前10時から午後2時までの間は必ずいてねって。これ設定されてる場合もあれば、全く設定されてない場合もあるんですよ。あ、そうなんですね。なくてもいいんですね、<う>コアタイムって。そうなんです。<ー>マストではなくて、<ー>コアタイムがない場合のフレックスタイム性のことを、ースーパーフレックスって言ったりするんですよ。えー、勉強になります。 そう。まあ、スーパーフレックスはね、うん、覚えなくてもいいんですけど。<laughs> <laughs> あのとにかく、その、出勤時刻も、退勤時刻も、勤務時間も自由なんですよね。だけど、一日の、一日じゃない、一ヶ月で、これだけは働いてねっていう、 その、生産時間と呼ばれる時間が設定されてて、それを下回っちゃうと、まあ要は遅刻とか欠勤と同じような扱いを受けるケースもある。るうん、もしくは次の月にスライドさせて、働けなかった分を翌月でカバーするっていう、ような制度だったりするんですけど、なるほど。そう。一つはそうですね、そのコアタイムを設けるってなれば、その時間絶対いてくれた方が、いろいろ仕事上、 ありがたいんだよねっていう場合は作ってもいいと思うんですよね。なるほど。じゃあ今うちがその毎朝三十分朝会やってるので、その時間は来てねとかね、うん。そう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 。ですね。うんうん、でもそれ以外は出社というかまあ仕事修行時刻も修行時刻も自分で自由にしていいよって。あ、それが良さそう。 はい。っていう風うにすれば、まあそういうイベントごとがあると、ちょっと時間固定されちゃいますけど、それ以外の時間っていうのは、その方が従業員さんが自分の自由に決められるんですよ。めちゃめちゃいいですね。そう、そうなんです。で、考えればあんまりコアタイムも設けないで、それで、まあその、えっと、朝の5時から、夜の10時まで。 はい、という深夜タイムに行かないようにだけ気をつけてもらえれば、<laughs> はい、比較的運用はしやすいんじゃないかななんて今ちょっと思ってお話をさせていただいたんです。すごい良さそうなイメージなんですけど、はい、逆にこうスーパーフレックスに、ね、しない方がいいっていうのは、あ、例えば電話番するとかだったりするとこう昼間いてほしいとかそういうのがあったりするんですかね。 そう、おっしゃる通りで、元、うん、のケースは、その時間に問い合わせが集中するからとか、<laughs> やっぱり全員で顔合わせる時間が欲しいとか、そういった場合にコアタイムが設けられることが多いですかね。なるほど、なるほど。うん、一般的な、なんかその、月から金のお仕事で、<laughs> で、一般的な、その、9時、18時とか、10時、19時みたいな会社の場合だと、 まあその時間を狙って皆さん問い合わせとかお取引き先の方ってお電話とかしてきますからね。っていう時に、まあ、みんなの時間が把握できないままだと誰々はいませんみたいなのがずっと続いちゃって結果として会社の業績に影響が出るなんてことがあるとまずいからっていう。確かに確かにはい。そういう理由でスーパーフレックスにしない会社もまあまあありますね。今回の私の私ケースだと5年以上、まあ、友人で、うん はいまあ、すごく仲が良く、まあ、仕事ができることも、あの、まあ、かなり折り込み済みの人なので。素晴らしい。いや、もう、もう私の影武者になってくれてる感じなんでね。<お> <laughs> 本当あ、ほに。た、来た、来た。<laughs> 影武者来た。本当にありがたいんですけど。すごいね。<laughs> <laughs> 影武者言ってみたいな。<か>私の影武者って言ってみたい。<laughs> 私の影武者になってくれてる感じ、本当に。な <laughs> るほどね。<laughs> もう何でもやってくれてるんで。 えー、<の>すごい。でも信頼関係がベースにあるのでスーパーフレックスもすごいいいなって思うんですけど、うん、そ,その子が育児休業に入って新しく別の人を新しくなんか全く知らない人を採用するってなったらうん、うん、確かにちょっとスーパーフレックスで LINE だけでやり取りするっていうのはちょっと怖いのかもなっていう感じはありますね。うんうん、確かにねあある程度のの信頼関係あってこその 制度でもあるのかなとはそうですよね。うん、確かに思う。うん、うん、すごい思ったのがその就業、うん、就業規則を、はい、だからま作らなきゃなと。うんうんちゃんと実態に合ったものにしていかなきゃなって。お そうなんだろうなって思ってるんですけど。はい、これ、今のこの一人目の、こうベースに作っちゃうと。うん、なんか、後から大変なことに。なりそうだなっていう <laughs>、ね。感じは、ちょっと、なんか、お話しして思いましたね。そうですね、えー。まあ、その都度変えるっていうのもね。ちょっと、大変ちゃ、大変ですしね。そうですよね。なので、一旦。 まあ、お一人の場合とかだったら、うん、雇用契約書とかでもう記載をしていってなるほどそ,うそ,うでそこでルールを決めてしまう個別の間のルール個,別その個人と会社の間でのルールを決めてしまう。はいはいはい、あなるほど、うん、っていうふうにっか。 でじゃあ次またじゃあ2人目ってなった時にその2人目に関してもしスーパーフレックスとかフレックスタイム制をちょっと入れるのがまだ厳しいかなっていう場合は個別でまた雇用契約書を結んで10時から18時の6時間ですよって確かに,確かに、はい、いうふうにするのもありですね。なるほど、うん で、就業規則自体は、まあ、会社のグランドルールといいますか。働く上での全体で共通しているルールを、まあ、文字にしたものはい、はい、なので、ある程度人数が集まってきて、その共通のルールとして出した方が会社の運用がしやすいよねっていうタイミングで、就業規則を作るのでもいいのかもしれないです。ああ、確かに確かに。そっか。じゃあ、まだすぐ作らなくてもいいんですね。そうですね。 まあ、あるに越したことはないんですけど、実際法律上で就業規則って、常時雇用する人が10人以上になった時に作って、老、うん、基署に提出してくださいねっていう決まりなんですよ。なるほど。うん。さすがに10人もいたら、共通のルールあるでしょう,う <laughs> 確かに。<laughs> そういうことなんだと思うんですけどね。それでなかったら結構、 大変ですよね、管理もきっと。いやそう。今度は逆の意味で大変。<laughs> みんな個別の契約ばっかりだから。そうですよね。統一できなくて大変なことになっちゃうんですよ。そうですよね。なんか、<う>この人はフレックス、この人は固定、この人は時給みたいな。ね、なんか。そう。本当そう。でもね、実際そういう会社もなくはないですからね。うんうんうん。うん。ってなった時にやっぱあった方がいいよね、うんうん、と。例えば、その仕事を、 もう内容によっても変わってくると思うんですよ。例えば仮に、ゆうかさんの事業がもう本当にもうもんど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 ん発展して、営業、もうすごい私は願ってるんですけどね、<laughs> その営業担当をやってりますってなったとするじゃないですか。その営業担当はフレックスタイム制ですよと。あ、はい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 、はいうん。でも、事務作業に関しては、まあ、特段なんか個別の,その考慮しなきゃいけない事情がなければ、うん、10時から18時ですよ。 っていうふうに、部門別で決めてもいいので。うんうん、なるほど、なるほど。そうなんです。で、フレックスタイムを入れようと思ったら、それをちゃんと明記しなきゃいけないんですよ。就業規則に。そう、就業、うん、規則か、もしくはあの、労使協定って言うんですけど。おお、新しい単語が。そうあの、労働者の労とし、うん、っていうのは使う。 はい,はいはいはい。うん、使用者って、こう経営者のことを言ったりするんですけど、その労使協定と、となんとか協定の協定ですね。はい,はいはいはい。はい、の従業員さんと会社の間で取り交わす約束ごとっていうんですかね。はい。それを文書化して、そしてちゃんと会社の中に、まあ、互換しておきましょうねっていう。 うんのがね、フレックスタイムの導入の時は必要なんですよ。なるほど、そうなんですね。あじゃあこれをやるとしたら、それも作らないといけないよっていうことですね。そうなんです。そうやってちゃんと明文化した上で運用すれば、そんなに大きなズレとか、認識のズレとか、あとはトラブルっていうのは多くはないんですけど。はいはいはい。明文化しないとね、また一体言わないになるので。 いやそうでですすよよねね本当にそう信頼関係あればね <laughs> そういうことはあんまりないんだけど全く、ね、そういう関係性これから作りますっていう方を迎えた時に言った言わないのトラブルが一番厄介なんでそうですよねそうそれをね分か、うん、りやすい環境働きやすい環境を作るっていう意味でも化しておくことが必要になります、ねすね、なんか、うん、LINE でちょっと言った言わないみたいなのってうん。 なんだろうな埋もれちゃうしだからう忘れちゃうしそんなつもりじゃなかったとかそ,<う>なんかそういうことになるなっていうのはなんかすごく感じて感じるところあるので、うん、やっぱりなんか契約書的な形にしっかりしとくっていうのが大事だよなっていうのは。<う> <laughs> 本当に思いいますすねいやおっしゃる通りですなんか親しき中にもってよく言いますけどまさにあれだなと思ってて、うん、親しいんだけど閉めるところはしっかり閉めてそれがやっぱ会社っていう組織なのでそこの上で改めてその友人としての関係もやっぱり保ちつつ仕事においても信頼できる関係性を作れるっていうのが一番ベスト。 そうですね本当なんか、うん、雇ってみて思うことですけど<お>その子が仕事ができるのでいいんですけどやっぱりこれがちょっと期待外れだったりすると<ー>なんか友達としての関係もねちょっと微妙になっちゃうみたいなことあったです するだろうなって、なんか日々思うので。そうなんですよ。ね、人を雇って、難しいなって思いますね。えすね、本当ね、経営者にとっての大きなチャレンジだと思うんですよ。<laughs> 採用ってね、私も。やっぱ採用するときに、いろいろと吟味するわけじゃないですか。はい、面接したりとか。そうですよね。なんかちょっと技術的なパソコンスキルとか見てみたりとか。うんうんうん であこれなら大丈夫だろうって思ってうん、うん、面接の受け答えもバばっちりだとかってやって実際働かせてみるとちょっとこうミスが多いとかねその時に見えなかったことが見えたりしてうわーってこうなっちゃったりする。やっさんが一番最初に従業員の方やっておられたのっていつぐらいのお話なんですかもうね え ?7 年ぐらい前の話。あ、7年は先輩だな <laughs> いや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 。まあで私の場合はビジネスパートナーもね、い,いて、一緒にやってるので、その意味ではまだお互いに見切れないポイントをお互いが見れるっていうメリットがあるんですけど、最初のね、採用ってうまくいかないよなんてよく言われるわけですよ。先輩から。なるほど。 そう。で、やっぱそういうふうに思いたくないから、一生懸命、採用とかやるんだけど、やっぱね、7年前に採用したときはね、いろいろと悩みがうん、うん、出てきちゃいましたね。えー、<laughs> どんな、どんな悩みがあったんですか <laughs> いやー、これが、さっきね、ちょっと話にも出てたんだけど、業務上ね、うまくいかない、あのうん、思ったよりパフォーマンスが上がってないとか、なんか、クレームが起きるとか。<laughs> なるほど。 そう、その、尻拭いって言ったらいけないんだけども、<ー>最終的な責任は私たちが負わなきゃいけない、ね。そうですよね。そ,ううそれがね、もう気が気じゃないっていうか、今日は何をして貸してくれるんだいそうですよね。その、そ<う>なんか、お金も払うんですけど、や,やってもらってるから。でもなんか雇う前より大変になってるみたいな。 こともね、ありえますよね。ありえます。なんかそれがね、期間限定だとて思えば、まあ相手はどんどん成長するからいいんだけど、これがずっとその不安定な状況が続くと、こっちもちょっとメンタルやられそうになっちゃうわけですよ。そうですよね。なんか、そう簡単に辞めさせられないですもんね。そう。そうなんです。日本の労働法ってね、辞めさせにくい環境になってるわけですよ。まあとはいえ、そんな私たちも鬼じゃないし、 やっぱりうちで働いてよかったって思ってもらいたいなっていろんな努力を重ねるわけなんですよね。そういう一つ一つの工夫とか、なんか気遣いとかが、うん、配慮とかが、うん、まあ結果として次の採用にもつながっていったりするので、まあその方はね、あ,<ー>あんまり あ、でも2年ぐらい働いてくれたのかなうんうんうん。2年ちょっとかなはいはい。まあ頑張ってくれたんだけど、うん、やっぱり難しいってことでお辞めになって。で、その後から、あの、来てくださった方はね、今でもずっと働いてくれてて。そうなんですね。そうなんですよ。いや、本当に今でもね、なんか、もういずっといてみたいな。本 <laughs> 当 <laughs> そんな感じですね。はい。はい。 なんでね、こうん、うん、う人を雇うって、まあ、法律的な縛りもあるし、で、じゃあ、怠登録どうするうん、うん、社会保険どうする雇用保険どうする、うん、って、いろいろと考えなきゃいけないこともあるし、そうですね。残業をさせるんだったら、サブロク協定っていうのもね、交、うん、わさなきゃいけないし、いろいろやることあるんですけど、うんうん まあでもそういうのもなんか一気に全部完璧にできる人ってまずいないのでまあ一つうん、うん、そうそう一つ一つねクリアしていけばいいんじゃないかなと思うんですよそう言ってもらえるとなんかすごいなんか大丈夫なんだっていう <laughs> 安心しますね、うんあうん、大丈夫です大丈夫ですまずねやっぱ素晴らしいのは信頼関係ができてるっていう状態なのでそこはなんこまめなコミュニケーションを取りながらまああとお互いをねこうまあいい意味で 気を使える関係で、いながら、まあ、会社として、もっとよくしていくために。どうしていったらいいかを、うんうん、か一緒に考えて実行していくことなのかなと。そうですね。うん、思いますよ。いや、本当に。でも、やっぱ一人雇ってみて。うん、一、うん、人いることで、こんなになんか楽になるんだ。とか。うん。なんかこんなに、自分の時間、浮くんだっていうのは、うんすっごく感じたので。 素晴らしい。うん。なんかやっぱりいろいろ大変ですけど、なんか人を雇うっていうのは、会社の成長には、なんか必要なんだろうなーなんて、あの、思う今日この頃でした。素晴らしいまとめとま、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。本当にそうなんですよね。うんうん、だから、人が一人入ってくることによる、うんうんうん 大変さももちろんあるんだけど、最終的には自分の右腕、右足あれなん <laughs> 左足みたいな左足影武者影武者としてね、今日働いてくれることで、<laughs> パワーが2倍、3倍ってなってきますからね。うそうですね。あそれをね、こう実感できるような採用になれば、本当に会社、 でね、どん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 良くなっていくのでこのままうん、うん、イリカさんの会社が。 ますます発展していくこと私は願ってますので。ありがとうございます。今日は本当になんか<ー>普通なら絶対お金がかかるような相談をた, <laughs> ただね聞いてもらっちゃって。に、ね。ありがとうございます。すごく勉強になりました。ーーいやー、こちらこそです。これ公開されてますけど、ゆうかさん大丈夫ですかバッチリ大丈夫です。<laughs> すごい。そんなね、ゆうかさんね、すごく心強いアドバイザーなので、皆さんの中でもし恋愛に関してちょっと悩みがあるなとか、 はい、結婚を考えてるんだけどどうアプローチしたらいいのかとか出会いがそもそもないんですけどとかそういった悩みを持ってる方がいたらぜひ優香さんにご相談いただきたいですね。はいそうですね。あの、はい、普段仕事で出会う方でねなかなか魅力的な異性がいないんだよって方はお力になれると思いますのでよろしければ、はいはい、ぜひお声掛けいただけたらと思います。はいタイムチケットからそのの相談の 窓口もあるということなのでは、い、そうですね。最近、はい、あのツイッター、インスタ。 聞かせててますすののでででよろししけけければそちらら方でも話いいただけただ嬉しいですお私もね、ちょ、ちょいちょい話しかけさせていただいてるんですけど、いなんか、ね、あ、ほんと、はい。なんか、交互しすぎてね、なんか、私入っていいのかなって思う時ある。交互、はい、しいんですか <laughs> なんか、その、一つ一つのアドバイスね、こう、ツイートでもされてるじゃないですか。はい、はいはいはい。なんかね、そう、それに私が加わっていいんでしょうかみたいな気持ちで。<laughs> たまにリプライ入れるんですけど、<laughs> あれもっと絡んでいいめっちゃ嬉しいですよ。ほ<当>、ね、大感激なんでいつも。あのすごい嬉しい。<laughs> あ、じゃあ空も。そう言っていただいて嬉しい。頑張って考えてるん、ね、で、投稿を。そう、嬉しいですよ。それが伝わってくる。それがめっちゃ伝わってくる。あ、もう本当そうとかってこう、なんか入れたいんですけど、なんか、本当そうってリプライどうなんとい思いまなす <laughs> <laughs> そのフランクでもいいフランクでもいいですか <laughs> 私はいいんですけど、その、ヤスさんのフォロワーさんがどうなのかなっていう。<laughs> あ私結構フランクにいろんな人と絡んじゃってて、はいはいはい。しょっちゅうなんかあれですフォロワー減ったりとかするんですよ。<laughs> <laughs> うざがられてんのかなとか思って。<laughs> それは、どうなんでしょうちょっと <laughs> ね。ねわかんないけど。私はありがたいですけど。<も> いいやいや全然なんかそんなものでよろしければ <laughs> あ,ありがとうございます <laughs> ぜひ絡ませてくださいこれからも今後ともよろしくお願いしますあよろしくお願いしますということで本日のゲストは渡辺ゆいかさんでしたありがとうございましたありがとうございましたあなたの人生に輝きを たくさんの仲間に出会える場所人生の喜びを発見できる場所それがベタニアチャージです苦しんでいる人、悩んでいる人一度訪れてみてください988-4782沖縄ベタニアチャージ交通量が多い字幕付きの映像で目に留まる浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか お問い合わせはグスクマタウンビジョンまでギ宜野湾ヒルズ通り命明イ語通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普マ間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか大切な人の最後だからしっかりやりたいそんな願いを叶えます電話番号は892-8688安心事前のご相談は葬儀社進化 沖縄引っ越しセンター「0120497755」「ムービング沖縄」で検索「君の心に溶けた手作りのお味噌を」「シフォンケーキで優しく包む」「く味噌加工しょゆ味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬野。 ココンンビビニニさやかのウィーークリーコンビニラジオはい渡辺ゆいかさんとの対談いかがだったでしょうか何か皆さん聞いていただいている方にとってプラスになる情報や考え方などはありましたでしょうか人を雇うってねいやーなかなか覚悟のいる話なんですよね 今雇われてるよっていう方はなかなかその雇うっていう視点ってちょっと想像しにくい部分もあるかもしれないんですけど結構やっぱり経営者の方ってこう雇うってなった時にものすごい覚悟をするんですよ。ほんといかさんがねおっしゃってた通りです。本当にこのまま継続で払えるのかなっていう不安と日々戦いながら経営されてる方すごく多いと思うので、まあ、これを聞いてくださっている経営者の皆様はもちろん 自分自身は雇われている側だよっていう方も含めて何か気づきとか学びになるものがあればいいなと思ってますさて私事なんですけど最近ですねウイルス性の結膜炎にかかってしまいまして今目がしょぼしょぼしておりますだいぶ充血はなくなってきたんですけど本当先週の金曜日からどうもおかしいなと思ってやたら目やには出るし やたら充血するし痛いしっていうことでゴロゴロするなと思ったら本当に結膜炎にかかってしまいましてしかもそれがウイルス性ということでなかなか人に会えなくなってしまったんですよ。でいろんな予定をちょっとキャンセルさせていただいて今週はほぼ家にいたんですけど、まあ、家にいたらいたでオンラインで研修企業研修やったりとかあとオンラインのミーティングをやったりとか、まあ、いろいろやり取りはあるので決してなんかこもってるって感じもないんですけど。 にししててててもやっっっぱり目って大事だなって改めて思いました今ね新型コロナもいろいろとこう流行りがまだまだ収まらなくて沖縄の緊急事態宣言とかさまざ、あ、まなところでどんどんその宣言も増えてたりとか、まあ、相変わらず私が住んでいる東京地域では延長があるので。 なんともね、ちょっと落ち着かないところではあるんですけど、目は盲点でしたので、ぜひ皆さんも気をつけてください。ということで、ウィークリーコンビニラジオ93回目、パーソナリティーは私、コンビニ社老子の安さやかでした。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。